い、どうも、フラちゃんです。じゃあ本日は、ドラゴンクエスト10年目になるんですが、今更だけど、これ欲しいよねっていう、そういう機能、個人的に思ったものを5選紹介していきますので、まあ、ぜひともですね、運営の方聞いてたら、検討してみてください。はい、というわけで、皆さんの意見とかも、ぜひともコメント欄の方で教えてください。早速やっていきましょう。はい、というわけで、まずは一つ目、振り仮名ということで、まあ、ドラゴンクエスト10って結構難しい漢字とか、なんか普段使わないようなそういった漢字多いんですよ。まあ、例えばこんな感じですね。使える魔人記者とか。まあこういうのは読めるけども、やっぱこれ全年齢対象とは思えないような漢字をバシバシ使ってきたりするんですよね。まあドラゴンクエスト11とかその辺では、まあ振り仮名とかついているんで、まあドラゴンクエスト10もつけていいとは思うんですけども、まあただバージョン1からずっとこれ全部振り仮名をつける作業をすると、まあとてつもない労力になっちゃうんで、まあ多分やってないんだとは思うんですけど、まあとはいえどなんか最新のストーリーとかであればめっちゃわかりにくいような漢字に関しては、振り仮名をぜひともつけてもらいたい。自分なんかも何個も読めない漢字があったりして、まあ単純に自分が漢字苦手っていうのもあったりはするんですけども、まあとはいえど、振り仮名がついてれば、なんかいろいろ入ってくるような内容でも、振り仮名がなくて漢字の読み方がわからないとか、そういったことが多いと、やっぱ頭に入ってこないものっていうのがたくさんあるんですよね。まあなのでこちら、まあ、今更だけども、やっぱ振り仮名は必要なんじゃないかと、個人的にはやっぱ思うんですよ。まああとはストーリーとかそういうのもそうですけども、あとこういうやつね。なんて読むのこれ、広角までいいのかとか、これ何これ五重記みたいな。なんか正しい読み方ってないっていうかさ、なんかドラゴンクエスト10ならではじゃないですか。まあ、こんなもん普通に日常で使うかって言われたら使わないし、また単純にこういうのをググったとしても、そんな読み方なんて出てこないんで、なので、不意に運営がポロリと発言した、そういったところから読み取ったりとか、ね、これ、なんて読むの邪相界よくわからんが、まあこんな感じで、要はめちゃめちゃ難しい漢字がたくさん並んでいたりするんで、まあこういうのはぜひとも振り仮名をつけていただいてですね、まあもうこう自信を持って、何々バラシュナとか、なんたらかんたらガルドドンとか、そう自信を持って言えるようにしてほしいということです。はい、というわけでこちら、今更だけども、振り仮名つけてください。それでは続いて、戦闘のチュートリアルということで、まあ、戦いですね。その戦いの方法って、ドラゴンクエスト10って、なんかこう直感的にやりにくい部分って多いですよね。例えば、タゲ下がりをしたりとか、あとはターンエンド行動がとか、まあ他にもこう敵の行動の後に攻撃したりとか、そういったことがあって、なんか初心者はそれを聞いたとしても、なんのこっちゃと。なんか簡単そうに見えてめちゃめちゃ難しいのがドラゴンクエスト10の戦闘なんですよね。まあなのでぜひともチュートリアルつけてほしいです。どういうものがタゲ下がりなのか、ターンエンド行動とは何なのか、そういったものをゲージとかを普段は見えないんですが、そういうチュートリアルの時だけ、なんか可視化するなりして分かりやすいように、なんか説明するのがいいんじゃないかなって思います。なので、まあ初心者の方に戦闘のコツを教えてくださいって言われたとしても、まあこれがなかなかアドバイスがしにくいんですよ。まあそういったチュートリアルを公式が用意してくれれば、まあ最初はもうね、ゼロ。で、結構このゲームって戦闘の知識がゼロのまんま、なんかね、最終的にもうゴールしちゃいましたみたいな、そういう人多いんで、なんかゼロから1にするような、そういった基礎を覚えられるようなチュートリアル作ってください。まあ一応こちらですね、なんか冒険ゼミみたいなのあるんですけども、これサブキャラでやったことあるんですけど、なんかね、これやったとしても、報酬は美味しいんだけども、ここに関しては、毒を消すにはどれを使えばいいみたいな。1、魔法の聖水。2、毒消し層。3、なんかルーラス層みたいなさ、まあそんな感じになって、なんか、このゲームやってない人でもわかるような、そういった当たり前の知識しか教えてもらえないので、ぶっちゃけ言うと、これ何の意味もないんですよ。まあなので、こういったゼミにですね、戦闘のやり方、そういう知識を覚えられるような、まあ中にはね、ちょっとあったんですけど、そういうことも、まあ、イオナズンが来た、どうする、距離を取る、みたいな、あるんだけど、そういうの分かりきってる話なんで、知りたいのは、タゲ下がりが何なのか、敵の行動の後に攻撃した方がいい理由とか、そういうこと、まあそれをぜひとも、運営の方、チュートリアルやってください。はい、というわけでこちら、戦闘のチュートリアルでした。
はい、というわけで続いてですね、続いてなんですが、上級者と初心者が一緒に遊べるようなコンテンツを用意してほしいということです。まあ実際いくつかはあるんですよね。例えば邪神だったりとか、あとはまあパニガルムとか、まああとはそのね、バトルトリニティとか、そういったものがあるんですけども、ただそういったものって、パニガルムはいいかもしれないけど、まあただやっぱこう初心者と一緒に行っちゃうと、なんか効率がね、やっぱガタ落ちしちゃうことって結構あるんですよね。なのでそういった効率をあんまりこうないような、ちょっとまあ難しいとは思うんですけど、注文的に。初心者の方がフラちゃん一緒に遊びませんかつって、じゃあ何やろうかって、じゃあエンドコンテンツ、まあそれだとね、倒せないんで面白くない。かといって邪神とかやったとしても、まあ一人でやった方がなんか効率がいいしとか、まあなのでこう、効率を無視してできるなんかこう、面白いね、コンテンツというのが、まあもうちょっとあれば初心者と上級者が一緒に遊んで、まあ楽しくいけるのかなって感じです。まあなかなかね、こう、強さ的なその層っていうんですかね、なんか自分と強さが合わない人って、なかなかドラゴンクエスト10では遊びにくい傾向にあるんで、まあ、なのでこの辺はですね、そういったコンテンツを用意するなりして、なんとかこう初心者と上級者が一緒に遊びやすいような、そういったコンテンツを作ってもらえると、まあいいのかなって感じです。まあそれこそスゴロクとかあるんですけども、なんかそういったもの、報酬も結構美味しくて、だからまあやる意味もあって、でもって初心者と上級者が一緒に遊べる。まあどうでしょうか。ちょっと難しいとは思うんですけど、なんとかお願いします。はい、というわけでこちら、初心者と上級者が一緒に遊べるコンテンツでした。それでは続いて、キャラクターデザインということで、これをもっと細かくしたいんですよね。例えばこういう髪型とかあるわけじゃないですか。これも前髪と後ろ髪で分けていろいろできるとか、まあこの髪型ならこの髪型っていう風にこのドラゴンクエスト10では決まっちゃってるし、まあしかも10年経ってまあこれぐらいの髪型しかやっぱないわけなんで、結構こう自由性が乏しいんですよね。まああとは眉毛の形とか、すべての髪型で眉毛の形ってもう全くもって同じなんですよ。すべての種族で、まあ、眉毛の形っていうのは、なんかこんな感じなんですよね。なんか吊り上がってるような、まあ、こういった感じなんで、結構眉毛を隠すと可愛いけど、まあ、眉毛を出しちゃうと、ちょっとこう、結構強気な印象になってしまうみたいな、まあ、そんな感じなんで。まあ、あとはウエストの細さとかさ、なんかいろんなゲームいろんなやり方でこうできるけども、ドラゴンクエスト10はその辺がね、なんか大雑把にしかやっぱできないわけなんで、まあこの辺に関しては、まあ顔とかね、その辺のパーツ、目の位置とか、あとは目の広さとか、そういうものに関してはちょっと鳥山デザインが崩れてしまうんで、まあ顔に関してはまあこのままでいいかなとは思っているんですけども、まあただもうちょっとね、そのキャラクターデザイン、まあその例えば背の高さをどれぐらいにするとか、5段階ぐらいにするとか、あとは今オーガとかいるわけじゃないですか。オーガ男で今作れるのってごつい姿しかないんですよね。バージョン4に出てきた、ちょっと名前忘れちゃったけど、斧使うさ、オーガ。あれみたいな感じで、こう、スタイリッシュなオーガとか、あとはエルフとかで、高身長のエルフ男とか、なんだっけ、白王だっけ、なんかそんな感じの名前のキャラクターとかいるわけですけども、ああいう感じのデザインとかも、やっぱ作りたいっすよね。大人エルフとかね、まあ、ドアコも極小サイズとか、プクリポなんかも、まあ、いろんなことできると思うんすよ、実際。まあということなんで、もう10年目、やっぱこのキャラクターデザインがね、みんな被り始めている。なのでそういったやっぱ個性を出すような、まあ顔のデザインは鳥山デザインをまあこうちゃんとこう崩さないような感じにして、その他に関してはいろいろいじれてもいいんじゃないかと個人的には思っております。はい、というわけでこちらキャラクターデザインでした。それでは最後は種族変更権ということで、種族を変更できるわけじゃないですか。まあところがですね、これ課金で買おうとすると24時間で100円なんですよ。で、まあ永久に見た目を変えることってできないですよね。他の種族になれないというわけ。ところが性別とかその辺って永久にできるわけじゃないですか。名前とかもしかり。まああとは大人とかね、あと子供にしたりとか、そういったことできるんですが、ところが種族を変更するものに関しては、永久変更権が未だにないわけですね。なので365日ずっと種族を変更しようとすると、まあ3万、まあ実際にはこう割引とかあるんであれですけど、割引なしに考えると3万6000円年間でかかってしまうんですよ。まあ、それ本当に痛い出費なんですよね。
なので結構な人が、まあ実際はね、なんかやってたらエルフ女の方が好きになっちゃって、で、それなんかプクリポーの姿にはもうなりたくない。そういう人がずーっとですね、種族変更権を買うわけですよ。いや、これがね、やっぱ大きいんで、値段的に。なので、そういった人たちのために、なんか1万円とか3000円ぐらいでもいいから、永久に種族を変更できるような、そういったチケットを販売してもいいんじゃないかと個人的には思っております。まあ5年ぐらい前は結構言われてたことで、まあその種族を変更してしまうと物語に影響が出てしまうみたいな感じで言われているんですけども、影響出ないんで、というのも、じゃあ例えば、フラちゃんがじゃあこの種族変更権を使いました。で、そしたらじゃあそうですね、じゃあプクリポになります。で、なりました、プクリポに。で、このプクリポの姿のままストーリーをやったとしても、なんかこうさ、回想シーンみたいな、まあ自分ドワーフなんで、例えばドワーフのさ、そのふるさとで起きた過去を思い出したとかなんか、そういうストーリーになったとしても、それってドワーフ女でこう出てくるわけじゃないですか。まあプクリポだっけ。まあいずれにしても、まあ変わらずね、種族変更したとしても、ストーリーには何の影響もなく進んでいくわけですよ。なので永久に種族を変更したとしても、いや、そんな感じに別に同じようにやってくれれば何もおかしいことはなくなるわけなんで、なので、まあ、永久に種族を変更するようなそういったチケットを販売してもいいんじゃないでしょうか。まあ、正直かわいそう。なんかプクリポがもう嫌になっちゃってエルフにずっとなってる人いる。まあ、その人を年間でずっと買ってるんで、めっちゃすごい出費なんですよ。まあ、なのでそういった人たちのために永久種族変更権というのは作ってもいいんじゃないかと個人的には思っております。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのは今更だけど追加した方がいいよねと思うもの、個人的なものを紹介してみました。皆さんの思う個人的に追加してほしいもの、そちらもコメント欄の方で書いてみてください。今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。